速度が運動体の速度に等しいとした。粒子と波動の二重性の定式化。3. キャマのとんでもない光論。2020年7月23日1時43分。ここでは量子仮説、EHF、と光の透過原理、CWMIMG、から、粒子と波動の二重性の定式化、WF、ラムダ HF、MI、C、を説明する。ファイル、フォトエレクトリックエフェクトインエーソリッドスキーマティックダイアグラム SVG ウィキメディアコモンスコモンズ .wikimedia.org。と、ブロイの物質波とは。1924年、と、ブロイは、学位論文量子論の研究で、相対論的な考察に基づき物質波の仮説を示した。彼は、静止質量 M レーのエネルギーの塊には H ニューレー M レー C2 の式で決まる振動数ニューレーの内部振動が存在し、運動量 P の運動体には H ニュー P の式で決まる仮走馬とな付随波があり、その波の斜線は運動体の軌道方向で、その群速度が運動体の速度に等しいとした。この物質波の仮説により、ボアの水素原子モデルの量子条件は容易に導くことができた。光の運動量をもとにした透過原理なしで、量子仮説を物質波として取り扱うと、以下のようなパラドックスになる。しかし、それならば、光子のエネルギー E と振動数ニューとの関係 EH ニューも、物質波に適用できると生徒が考えるのは自然であろう。また、速さ V の粒子の物質波の振動数ニュー B と波長ラムダ B の間には、V ニュー B ラムダ B、あるいは、光子と混同して C ニュー B ラムダ B、の関係があると考えがちである。これらは次のようなパラドックスに陥る。量子論的相対性原理では、量子エネルギーは全エネルギー、静止エネルギープラス運動エネルギー、と等価なので、量子論的相対性原理では、EMG、CH、F。キログラムは周波数がはじめ中括弧、299792458、6分の2.6260695737034Hz の光子のエネルギーに等価な質量である31。これを光の等価原理、CWMIMG、から計算してみると、波動速度、WF、ラムダ H、F、MI、C、になる。しかし、ド、ブロイの物質波の波長の式、ラムダ HM、V、は、粒子の運動速度、V、でも光速度、C、でもない。つまりエネルギーの増減である重力質量、MG、と、スケールの変化である慣性質量、MI、を区別できない。この波動速度から時間成分、F、を抜くと、慣性質量と波長の不確定性関係、HC-ΔMI、になる。これは量子の大きさが時間が確定するまで不確定に無限小左右無限大に向かって広がっていることを意味する。プランクの迷い。このプランク定数、H、を相対性原理に取り入れることは、本来ならば量子仮説にとって最優先な事項で、本来はクランク自身が取り入れるべきだった。つまりクランクの作用量子は相対性原理に従って、現在の座標系から運動する座標系に移されていくとき、この場合、空間、時間、エネルギーなどあらゆる量が変わるのだが、不変化図のままであるということがプランクを引きつけたのである。しかしながらプランク自身は、H0 の極限で古典論に帰着させるといったプランク定数を間違いであってほしいという迷いがあった。しかし、これはエネルギーは連続的なものという当時の共通認識に真っ向から反逆する禁断の手だった。プランク自身もそのことを重々承知していたから、後にこの量子仮説の導入について絶望的な行為だったと振り返っている。教育者でもあったプランクの迷いは、アインシュタインの特殊相対性理論を引き上げたり、重力理論には手を出すなとアインシュタインを押し止めようとした。プランクをはじめとする相対論を早期に高く評価した人たちは、物理学ぶ教ほどといった体系的な教科書を書いている人たちである。粒子と波動の二重性の定式化。教育者の前に科学者であるプランクは、古典にとどまるより真っ先に粒子と波動の二重性の定式化をして、パラダイムシフトを推進すべきだったとも言える。二重性などという言葉は、その意味が数学的に定義されているのでない限り、科学で使うべきではない。意味軸もこの量子論的相対性原理によって、やっと粒子と波動の二重性を定式化できたと考えている。場の量子論や超弦理論などに批判的で、現状は量子力学が成立する前より、前期量子論の段階にあるとする。